すいません誰ですか。ご飯食べるだけいらないよ。分かって何回目でお前は見ろよ。早くおやすみ。ありがとう。一緒なんだけど、こうするとなんか違うんで、ここが細いんで。だってもうそんな食えねえし、ご飯。一日に1回ぐらいしか食えないし、食べれて2回。そのさ、2回をさ、何にもできねえ女と食うより、覚悟ある女と飯食いてえだろう。時間の無駄なんだわ、はっきり言って。そう、大阪です。大阪だよ。怒ってない。俺だって何回でもご飯できるんだったら1日20回ぐらいご飯食いていいよ。けど2回しかねえんだから。Twitter で DM くれよ。写メ写メくれよ。写メ会いたいよ。でもさ、ね、どこにいるかもわかんない。いきなりさ、呼び出されるだけ。無理やんけ。
シングルマザーいいよ、覚悟があるならいいよ。っていうかシングルマザーだったら大体覚悟あるよね。失うもんないもんね。時間さえあればいけるでしょ、シングルマザすごい最近食べてない。あんまり会いたい人はツイッターから DM くれよ。痩せたかどうかわからないけど、3通報された。三目地したから3日間ぐらい1食しか食べてない。
回すのこれめんどくさ。何時に寝れんのこれ。1時間半今から、今から1時間半って何時に寝れるの。カップラーメンとかあんのかなこれ。飯食うかな。2時過ぎ。どうしよう俺。やることないわ。そんなお腹も空いてねえんだよな。DM くれよ、ツイッターから。静かにしてなくちゃいけなさそうだな。どっか行くかな。大阪雨降ってないぞ。とか福岡行って、そっから鹿児島か。まず 朝配信で、まあ、10時11時ぐらいまで大阪いて、10時ぐらいかな秋田福岡向かで鹿児島に。誰かが遊んでくれるならそこ行くし、大阪で遊んでくれる、福岡で遊んでくれる、鹿児島で遊んでくれるっていうなら早めに行く。全部お肉硬かった。俺が言ってたっけ。タクシー残った。
島に向かうその路線で遊んでくれる人いたら鍵払ってない、やばいくらだったの鍵っていくら、俺が行ったのが遅かったしね、どこにも遊んでくれない誰も、充電があればね外行ってもいいんだけど充電がないんだよ、30分、食い物探し行くか、暇だし、これがありましょう、シャンプーならあげる、安いからしょうがない暇だな、貴重品大丈夫、これ満喫出たらどうやって行くんだろう、
どこのこれあれなんだろう。いつも俺が歩いてるところってどこなんだろう。あのここ難波駅なんだけど、うん、シャワー入った。おやすみなさい。完全個室ない。場所が全然わからん。どこの満喫どこら辺なの。いつもがどこ歩いてるのかもわからん。御堂筋。ああね、わかったわかった。ヒップスか、ここか、いつも歩いてるのか。ヒップス越えて一個行ったところね。オッケー、覚えた。わかった。だからこっから引っ掛け場所らへん行けばいいんだよ。こんなさ、白 T 一枚でこれナンパできんかね、これ。白 T 一枚。白 T 一枚で。ネックレスつけるか。場所は分かった。何して遊ぶ？遊んでくれんの、マメ。白いくんね。ちょっと小腹減ったんだよな。ちょっとだけ。すごいな、とかそんな撫で方って言われないけど。朝だけね。日中だったらいるよ。いいよ、スザク。あいつ面白くねえんだよ、スザク。なんか生意気で。なんかね、なんかコンプレックスなんだろうな。なんかすごいこうマウント取ってくるよな。俺のがモテる、俺のがモテるみたいな。別に男同士でモテるモテないとかさ、そんな張り合わなくていいじゃん。めんどくせえ。普通だね、ぶっちゃけ。見せてやろっか。ちょっと待ってて。普通だね、ぶっちゃけ。見せてやろっか。ちょっと待ってて。なんか加工つけてなんかマウント取ってくるけど、普通だから。これでイケメンって言われてもなんか。だろ。これでね、なんかそう格好つけてかっこいいって言ってるけど、そんな普通じゃねえと思う。そう、俺格好あんまつけてないから。そうそう、まあね、こう。いやまあ普通に かっこいいっちゃかっこいいね。まあ顔がね、これね、あのお酒飲んでてパンパンとかあると思うんだけど。グータッチいいですか。グータッチ、はい、ありがとうございます。5人目うっしゃ。うっされやろ。なんでなんであれ臭いってこと。なんか夜っぽい子がいっぱいいるな。なんか本当だよ、誰か止めろよ。いつでも出てけんだからよ。ナンパは無理やんけ。
か。シャワー浴びたから。お風呂浴びた。乾いてきたらね、多分いつものに戻すよ。乾くまではこれでさせた。似てないんだよ。どうする？誰かさ、ピヨンありがとう、ピヨンありがとう。バンビって誰だっけ。ああバンビね。バンビ見てんのかな。まだ全然連絡来ないからな。バンビ光そんな変わんないと思うけどね。でもやっぱり加工プラス美顔ライトつけてる人はやっぱ卑怯だよな。多分会った時にびっくりしちゃうよ。多分その加工プラス美顔ライトはすごい。ベルメイクと美顔ライトつけてるとすごい別人になれるよ。パイナプルちゃん可愛かったね。だってもう見てこれだよ。普通のライトですらほら美顔ライトじゃないよ。明るいところでだよ。ありがとう。別人になっちゃうんだから。こんなんで配信してて、普段こんな暗いところでこんなんでやってたら、全然可愛く見えちゃうよ。誰でも。そのね、あれがね、多分オルとかいつもさ、そこら辺で配信やってるでしょ。家で美顔ライトでギャンギャンなんかそのベルメイクとか使ってやってたら、あれはね、さすがにね、こうなっちゃうよ。普通こうなっちゃう。警察やクラブってこと。そう、今日さっき撮ったやつ、なんか送られてきたやつ。いや、安く撮ってないよ、全然。なんか うまいもんねえかな。連休中カラオケ。
てから行かんで。バレるぞ。あ、これ何が。水族館デートしてたんだ。串カツ。なんだろうな。誰かいないの？難波に。誰か難波。金龍食べたことない、ね。今日の朝ラーメン食ったからな。そんななんか。二連ちゃんラーメン、つけ麺あったら食ってもいいけどさ。トビは可愛い子が多いからね、目が肥えちゃうよね。まずい。バーベキューまあまあ食べた。でも残り物だったからな。あともやしばっか食ったんだよ。もやしばっか食ったから。こんなに誰もいない交番ある？なんならこれ閉店したの。これ見て、このこんな閉店したみたいな交番ある？これすごくない？これ一生出てこないんじゃない誰も。これなんか全部物盗まれたの。なんかワンちゃってる。まあそんななんか金龍がみんなうまいっていうんだったら行ってみてもいいけどね。なんか大阪行ったならまあ軽くなんか食べてもいいと思うし、暇だしさ。今言うた。許さねえやろ、こっちは。でも、でも太りたくないな。金龍ってラーメン屋さんでしょ。バーベキュー楽しかったね。可愛い子いっぱいいた。なんかもう迷えるね、どれ行っても全部迷っちゃう。なんかまあトータルで見てもお大穴で言ったら、大穴で言ったらやっぱり白浜のぞみだな。白浜のぞみが大穴で言ったらね、配信しててもぶっ壊れてるから面白いしね、あのムッチムッチしてるし、大穴で言ったらね、ま、順当で言ったら系統によるね。ギャル寄りだったらパイナップルちゃんと、あちょっと清楚っぽいくね、ちょっとアイドル寄りだったら誰だっけ、カニちゃんか。でもナチュラルが好きだったら誰だっけ、あの子クルミンもね、可能性あるし。あれリナはダメだわ。あれは、まあ、あれは制御できねえから。リナまで行っちゃうとダメだな。まだ白浜の方が制御できそうだから面白そう。口悪いよ、ね、全力ちゃんね。ボイシだからね、全力ちゃんは結構好き嫌いが分かれるんじゃないか。なんで泣いてたのリナ。なんでリナは泣くんだ。みんなね、こう名護市の方、ああね。
そうそうそう、パイナップルちゃんあれ完成されてるわ、もうあれがピーク。服装もそうだし、なんかスタイルもね、シリコン入ってるしね、ルって言ってるし、すごいもう全部ね、なんか女優さんみたいだね。最強さん帰ってきてないだろ、気まぐれだろあんなの。でもいいんだよ、なんか一回ね、なんかみんなに甘えすぎた、ほんと正直甘えすぎたから。でなんなら今甘えてる人も一回考えてほしい、本当に俺でいいのか。投げる人いっぱいいるからね、いなくなるんだったらしょうがないなと思うし、そう、それでも応援してくれる人だったらね、ありがたいと思うし。天皇はこう、なんかつけ麺食いたいんだよね、ラーメン食うなら。つけ麺がないとな。いやなんかさ、ちょっとさね、贅沢すぎたよな、なんかわかんないね、そのみんながさ、 TikTok の人らみんなぶっ壊れてるからさ、普通に考えたらお金を稼ぐってすごい大変でさ、で俺はさ別に仕事ではあるから最低限はやってるけど、もうこんなにやりたい放題やってるわけじゃんね、自分の枠ほったらかしてさね、女の枠行くからって女の枠行ったらさ、リスナーさんもついてきてくれてさ、そうだからね、リスナーさんも自由でやっていいと思うし、離れてもどこ行ってもいいな、しょうがないなと思うし、もちろんね、いっぱいお金もらいたいからね、こう戻ってきて戻ってきてって言いたいけどさ、けどそれよりね、いやね、改めてだよ、すごい、ね、投げ師さんがいなくなっちゃって、まあね、しょうがないなって反省して、けど その間に他の人が頑張って投げててくれて、そう、ね、投げてくれる人はね、ちょっとぶっ壊れてるよ、普通じゃないよ投げれる人。俺なんて、あ、もうな、普通じゃないよモナ、ね、モナなんてさ美人でさね、もうすごいんだから、もうありがとう、モナってね、やってくれない、いいんだよ、な投げれないのは普通なんだから。 俺だってね、こう可愛いなと思ってる子に全然投げれないんだから、ピヨンありがとう、ピヨンありがとう、ありがとう。いや俺全然投げれないもんね、だから超ギフね、バカにされるもん、どこの枠行ってもね、ナイスさんと居場所かぶるとね、ルイージ投げてみろやみたいに煽られて、どうせルイージ投げれへんもんなって言われて逃げるっていう。てかありがとう、あっという間なんだから5000円とか1万円とか使っちゃうの。いや大丈夫、あ、もうありがとう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 、ペカありがとう、ペカありがとう、ありがとう。だから金銭感覚狂っちゃダメだよみんな、ほんともう狂っちゃうよ、ほんと悪魔ありがとう、クマありがとう、クマがいなくて、クマ
簡単に稼いだかね、あね、簡単に使っちゃう。いやいや、大阪ね、違うんだよ、俺今さ、洗濯やってんすよ。洗濯物やってて、2時過ぎまでどっちにしろね、乾かないんだよね。だから、とりあえず満喫だからさ、喋れないから外出たんだけど、大阪なんか美味しいとこある？この時間ラーメンでも海鮮丼でも、なんか金龍が安いっていうから行ってみようかなとも思うんだけどね。美味しいって言うんだったら投げてみたいわ。めっちゃありがたい。人いっぱい。安いのは安い？まずいの？そんなにまずい。タイラーメン美味しい。大阪にいる、タイミングが大阪にいる。いやね、そうありがたいなと思ってさ、自分のね才能ってわけじゃないけど、そうこんなね来てくれるのありがたいなと思いつつ、カムクラの方が美味しい。カムクラはね、新宿にあるからね、何回か食ってんだよ。キタンみたいな顔の人がいっぱいいる。うどんならラーメンの方が好きかな。でも悪いところね、捨てていかないとさ、悪いところも捨てないとさ、カラカラ麺か、こないだ食わなかったっけ、カラカラ麺と。ツルタンタンはね、どこにでもあるからね、いや。アンシャーメンってな、オンシャーメンって何？僕はもうこのこれ何回も怒られるからな。もうこれ反論できないんだよな。これ反論したら怒られるんだよな。反論していい、反論して楽しいんだから。あ、ターボがしてる麺美味しいな。つけ麺ある、近いの。こっからお、つけ麺、うお、行こう、今から行くか。じゃあ全然腹減ってねえけど行くか、一人に行くか。どこどこ空いてんの、まだ。えって素直じゃないんだよ、素直じゃないんだよ、自己中なんだよ。仕事だと思えないんだもん。うまそう、牛もつけ麺だと絶対行く。どこどこどこ行く。あ、嘘でしょ、モナモナ、あら無責任、モナがいないとやっていけない。モナありがとう、たくさんありがとう、モナ。ね、感謝しかない。でも落ち着いてね、案内してくれる。帰ってきたら遊んでね。どこ、オンシャーメン。ターボ今配信やってんの。住所じゃ分かんないんだよね、住所じゃ。今配信してるよ、ターボ。
どれだターボ。配信どれでやってるかわかんない。ターボ何だ、だターボの友達誰、ターボと仲いい人誰、誰かに繋いでもらうか。ターボの友達誰、なんかターボで出てこないんだよ。それで、あ、モナちゃんおやすみ、本当ありがとう。モナちゃんいつもありがとう。早く帰ってきて日本に遊ぼう。ターボ配信やってないんじゃない、出てこないよ。やってないよターボ、出てこない、なんか知んないけど。ルイージさんにコラボしてって言ってみて、じゃあ向こうに言ってきて、ルイージさんに言って探してるって。場所教えて、場所 Google マップかなんかで、 Google マップで、どこ、場所どこ、もう俺らが行くしかないわ。どこ、ずっとまっすぐ、どこ、どこを中心にずっとまっすぐ、どこをまっすぐ、だいたいどこら辺ってわかる？その綺麗とか清楚とかかっこいい系。コーナーじゃない、コーナードンキョーって通り過ぎる？通り過ぎた、ドンキョーって通り過ぎた、ドンキ過ぎたよ。せなかったらもうブンブンみたいな。ブンブン遊ぶ、ブンブン遊ぶ。ほんと、もしかして今切っちゃったかな。ドンキ過ぎたよ。せなかったらもうブンブンみたいな。ブンブン、ブンブン遊ぶ、ブンブン遊ぶ。ほんと、もしかして今切っちゃったかな。ゆかり終わってる、スザクも終わってる。なんで場所が分かんないんだろう。 Google マップで誰か調べて場所教えてくれたら。色差の事務所なんだ、なんだろう。いや調べても出てこないんだって、なんかコラボになんないんだって。そうです、なんか友達なんとかなんとかみたいな、そうお互いに出てこないんだよね。クロロが繋いでくる。クロロ配信やってんの、繋いでくれそうなの。キタピぐらいだな。クロロ配信やってる？クロロ飽きなしって書いてある。
四コラして、いや普通にさ Google マップでさどこら辺って教えてくれるのが一番じゃない。なんでそれができないんだ。さっきまでいたやつに用はねえよ。いるんだよいっぱいね、さっきまでそこいた、昨日そこいたって、用がねえよ。言わなくていいよなそれ、昨日そこいたって、用がねえよ。言わなくていいよなそれ。左、見かけたのに声かけてこないんだろう、マジ用がねえよ。ここに書かなくていいよコメントいちいち。さっき見かけたから何みたいな、声かけてこいよと思わない？嘘、こっちでいいの？神戸牛ステーキみたいな。住所わかんないんだよ。合ってる、住所言われても分かんなくね。じゃあ歌舞伎町のさ新宿の7丁目って言われて大体イメージつく。富士山ありがとう、富士山のイメージ、富士山ありがとう、富士山。新宿7丁目らへんって言われてさ、あそこらへんねって思いつかないでしょ。一緒やで、初めて来た地域でさ、住所書かれてる。ラーメンの2階。しっかり出勤していたのですが、もったいない。これからしっかり気をつけて解くように。今、大阪、添右衛門町東店。添右衛門町東店7。添右衛門町、めっちゃ近い。近いんちゃうか。名前なんだっけ、オンシャーメン、オンシャーメン。ここら辺っぽくね。セブン、オンシャーメン、ここら辺っぽくね。今駄菓子屋居酒屋みたいな、駄菓子居酒屋。オンシャーメン、オンシャーメン。次の左の角、まだ先。二階や。あんまお腹空いてないんだけどね。店長なのに配信やってんのに。暇だろ、だってね、こういろんな人と知り合っとくべきだろ。ファミリーマート、ファミリーマートだと。そう、暇食い。ファミリーマートだと。あ、ファミリーマートあった、ここら辺。ファミリーマートあったぞ。次の十字路右、違う、なんかなかった。行き過ぎてる、行き過ぎてる、戻る。今土屋ホテル、富士屋2階の窓に大きく名前書いてある。戻る、添右衛門町の中入って、さっきのところ、ファミマのとこ反対に曲がる。ホテル裏の前、 OK。 一応もう来てほしいらしいよね。だからその
これ。いや俺も出てこないんだよ。1000回ぐらい探してるよこっちだって。小夏さんはいいよ、今日大手すぎて。もう近いんだから行くよ自分で。オンシャーメン、ここら辺。オンシャーメン、ここら辺。違う、ファミマの TikTok の配信やってるんですけど。TikTok の配信ですか。はい、大丈夫ですか。端っことか人映らないと。配信やってます。大丈夫です か, 大丈夫ですか。ここでいいんですか。すいません。ないんじゃないかな。いいですか。ちょっと切れてた、ごめんね。ターボさん、あ、いいですか。特製お願いします。でも特製牛もつつけ麺のネギ抜きでお願いします。はい、はい、全然臭いと思う。イエーイ、やっちゃうんですよ、僕。あの食い込みかどうか。あ、そういうこと。ほんまに、ほんまにコンディションいい時じゃないと入らない。でもこれを越したら私は無敵になる。すいません。ただ入るなら全然頼むです。くるみには裏切られてる。明日もトッピング2つ。で、ナイスですか。あ、ナイスです。はい。一人ぼっちです。ラーメン系。すいません。いいですか。牛もつけ麺一つと。最近さ、ほうれい線出てきた。いや、裏切られたっていうか、止めてくんなかったね。なんとなくそうっていうだけ。あと、つけ麺。やだ。これ普通のつけ麺。つけ麺と。寂しい。チューズ。さっきも言ったの、さっきも言ったんだけど、それぞれにいいところがあって、一押しは配信も向いてるし、一番行ってみたいのは白浜。白浜がいい。あいつマジでぶっ壊れてるから。けど普通に考えたらちょっとギャルっぽい子が好きなら、悪い女が好きならパイナップルちゃんだろ。でアイドルが好きなら、アイドルとかが好きなら、愛想がいい子が好きならカニちゃんだろ。だからこの慣れが良くないんですよ。そこ難しい。そうですね、まあ慣れもあるし、だって
卵の細い子が好きだったら、え、重要よ、わかるで、わかるで、うん、美容師系のおしゃれな子が好きだったら、今までの仕事を使ってきた、時間、うん、なんだっけ名前忘れちゃった。そう、みんなね、良かった、良さがあった、あれか、くるみか、みんないいところがある。まあでもパイナップルちゃんが一番なんか金かけてるからあれか、シリコン入ってるし、顔もねいじってるし、ブランドもね全部あるし、ミコも怒ってなかったよ、一番可愛がってくれてたよね。え、多分ミカマは俺のこと可愛がってくれてるよね。常識ないよ、パイナップルちゃん、ぶっ壊れてるでしょ。そんな酔ってるんや、結構酔っとんじゃん。完璧に、まあなんか金かけてるって感じ。なんかあの歌舞伎町のなんか金かかってるキャバ嬢って感じ。もう普通じゃないの。結果中3に入っとったらめっちゃおろくないって言ったら。まあでもそう考えると、しかも俺が特攻隊してたから、柱浜もね全特攻してるんだけど、全力ちゃんボーイッシュだからね、俺はちょっとね、まあ、なんかそういう目で見れないもん。だから俺見かけだ、見た目だけっていうか全部考えちゃう、トータルで白浜面白そうだけどね、壊れてるから。負けた、負けやな、負けた、余裕で負けた。だから白浜とかなんかそう、おーええやん、ジェイだよ、ジェイ。ジェイってすごくない？やばいやつですよね、やばいっす。面白いんじゃないか、ジェイは。遊びがいがあるんじゃないか。今日唐揚げくん一回食べてきとるか。じゃあほんまにキムになったらやばいってことは、ほんまにやばいって。性格がね。それは知ってるんですよ。僕は常にやばいですよ。なんかパイナップルちゃんってさ、もうさ、絶対さ、男芸しないやん。好きになってもらえなさそう。僕あのつけ麺行った日の後、プリコーさんとかトコナツさんとかなんですけど、こち投げの特大と、わかんない、天然かどうか。すごいやろ、ほんまに。そうで、カニちゃんもなんか全然多分興味ないだろうな。酒もそんなに食べれるけども下水やで。そう、白浜はなんか意外と優しいから、土下座したら、私は無理、行けそう、土下座したら。チートデイのみ、チートデイのみ。それなんでチートデイは設けてるの？私太りやすいから、気抜いたら全然行く。付き合うならクルミ一択でしょ。付き合えるならクルミ一択。ちょっと太ったからな、けど、まあ、配信で面白そうなのは白浜が面白そう。右がベストタイプ。38。なんでそんなとこ見てるんですか？160。撮ってない。東京の音楽ですね。ぶっ飛んでしてないです。東京行くじゃないですか、そのバトルで。で、まあ、そこにちょっと営業をかける意味合いで、その分かんない、好みとか分かんない。相手にされない人俺好きじゃないから、脈がなさそうなの。あ、そうっす。だからそろそろちょっと解除されます。うん、僕はね、フォロー返してくれた。いや、みんな YouTuber のヒカルさん好きでしょ、遊んでもらいたいんでしょ。クルミン出てくる、クルミン、確か名前が。まあまあまあ、パイプちゃんオーラあったんじゃないの。でもクルミンもオーラあったよ、モデルみたいな体型だね。でもクルミンはもしかしたら一番かませかもしれない。かませいね。
使うのはいいこと。一番詐欺かもしれない。なんか、あそこまで行っといて、いや、トータルで、だってヒカルさんと付き合えたら多分、頭一個抜けると思うよ。多分、閲覧とかも5000とか行くと思う。違うんだよ、今、なんかダウンタイムらしいよ。ダウンタイムらしい。ちょっと待ってくださいね。もう最終的にサイボーグになると思う。金かけてるよ。脂肪吸引とか多分1000万ぐらいかかんじゃないかな。物の辛さじゃなくて金持ってるよ。なんであんな金あんだろうな。緩めたいんすよ、ね、緩めたって大変ですね。合わせるのがやってるって言ってたんで、どっちかっすね。自分のやり方が落ち着くから勝手に合わせるし、10年だけで返すから、マジで。そうですか。フォローをいちいちチェックしてるのが嬉しいです。全員分のやつ、もう全員分のやつ。普通に彼がないんですよ。スリスリちょっと待って、いやだって、あの人のタレは結構すごい、誰でも知らん早いから、誰でもっていうか、もともと残ってみたら全然する早いから、もはや分からないんですよ。私は一人増えてしかも、でも共通のフォローいました。ありがとうございます。あ、うまいね。麺が全粒粉、それがいいね。多分これ麺が全粒粉だね。ちょうどいい感じ。カフェ好きです。カフェ好きです。
普通の極盛りを食えない感じ。年齢確認したんですけど、なんか弾かれて新作なんですよ、今日わおバズるような音源使いながらそれで投稿してるんだ。あれめっちゃ減ったんでしたっけ、なんか曲が謎にこれだけ全粒粉じゃないかもしれない。全粒粉って書いてない。もう一個はちゃんと、いや、それでやばいですよ、それでやばいですよ。あ、全粒粉だ、やっぱりやっぱり全粒粉、全粒粉普通に音源使えるから、なんか謎っすね。今のそのあれがバンだったよ、なんかバンじゃないけど、そんなような書いてあった。あんま口にするぐらい辛いのです。あ、でもわさびとかいけるからなんか種類によるっすか。あ、行ったことも、あの本当なんか同僚の家とか、もう本当カレーじゃないよ、これは牛もつけるからだろうみたいなやつは。ごちそうさまです。お会計お願いします。あれ、お会計どこですか。お会計お願いします。うん、あ、そう、あ、あれ、あ、お会計で。俺食券で買ってないよな。食券だか今日。お伝えください。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これ食ったっす、これ。牛もつつけ麺。まあ、太麺でよかったかな、細麺。でも、よかったかもしれないけど、抵抗。ね、なんかお金の払い方分かんなくなった。でちょっとね、魚介醤油ベースだっけか、なんか分かんないけど、魚介豚骨が甘かったから、一口食った瞬間速攻で辛味噌いけた。魚粉でもうまかったね。麺もうまかったし、そう。よくない。まあ、凝ってるからね。でも、まあ、チャーシューも、ぶっちゃけチャーシューも、なんだろう。もつもそんなにね、なんか、そんな金はかかってなさそうだったけど、まあでも、うまいんじゃないか。ちょっと高く感じるね。高いっちゃ高いかもしれない。俺はつけ麺が好きだからこっちの方が好きだけど多分一般的に評価されるのは朝のラーメンの方が一般的は評価されそう。一般的に評価されるのはね、今大阪じゃないよ。あ、今大阪だ。
歩けへんなって。え、俺どこ方向音痴だから全然違う方向来たんじゃない。やば、あれ俺方向音痴だな。こっちじゃないのかな。食いすぎた、吐きそう。マジで痩せなきゃ。どこ俺これ どうやったらあの戻れんだ。あれ大阪だ、わかんなかった。エリナありがとう。おやすみ。観察10分迷子になった。どっちから来てるって感じ。満喫に戻る。鳴らしてくる。眠くなった本当。全然さ、なんだろう、ムチムチ系の人が来てくんないよ。うるさいね、プップップップ。なんそんなプップ鳴らすの、うるさいな。いけるでしょうが。めっちゃプップこいつうるせえ。わざと鳴らしてなかったもん。鳴らす必要ないとこ鳴らすの。どこだ、つけ麺。どっちだ、こっちか、こっちか。こっちから来たのか。え、違くね。こっち、こっちから来たの俺。なんか鳴らしたくて、なんかそんな通れるじゃん、通れるじゃん。なんかプップ鳴らしながら。こっちだね。なんか鳴らしたくて鳴らしてるだけかなって。帰れないわ。イラッとする。ペッペッペッ。どうしよう。かわいいプレート。なんか歩行者のが強いんだぞって言ってやりたい。こっちだ。暑くない。朝ね、朝配信やったら福岡行こうかな。食った。なんかね、ちょっとノリで来ちゃったよ。配信者のノリで。ちょっと朝配信できたらいいね。起きれるかな。3時間ぐらい寝て朝起きて。住んでんの大阪？いや、新宿に住んでる。そう。めっちゃ行く。で朝配信でまあ8時9時ぐらいまでやって、いやもう分かんない。とりあえず17日には北海道行って、通った。17日に北海道行って、で添門町、今添門町のせいじゃない。17日には北海道行って、そっからミクネと18日遊ぶのかな。
あれコピーじゃないと思う。でちゃんと買ってるから、もっとコピーだったら新しい新品買うよ。あれ中古だからめちゃめちゃ汚いから、持つところとか。あえてアウトレットのちょっと汚いカバンを買ってるんで、新品だと、まあ、買えないってのもあるけど。ウサマはね、15だね、15の夜。で、17に北海道行って、18にミクネと遊ぶのかな、ミクネと。ちょっと迷ってる。で、まあ、何日か北海道ね歩いて、で青森とか行って帰ってこようかな。青森であれか、あの子と遊ぶのか。とちまゆ配信やってないのかな、とちまゆ。おやすみ。ちょっといないね。世界旗いらないだろう。いや、そのまま東北ちょっと遊んでこようかなと思ってるけどね。とちまゆの家にいて、1枚と1泊2日ぐらい遊んで、その間に次どこ行くか決めながら、こうね、仙台行くのか、キスマーじゃん、違う、これ01さんのやつ、かゆくて書いちゃったら赤くなっちゃったなと思う。ゼロワンさんの後いっぱいあるんだよ、これ書いちゃってんだと思う。はい、いた。国分町の遊び方わかんない。どうやって国分町で遊ぶの？国分町に何があるの？なんかさ、結局さ、札幌とかすすきのでもさ、遊び方わかんなかったんだよね。なんで？なんで、なんて話すの、のぞみちゃん。はい、コラボが上がってないね。会長といて友やつまでいるからいるには会えないよ。会長といてと、いや、まあ会う気ない、別に。今はベビタロの誕生日で、ね、会えるか会えないかぐらい。ありがとうございます。はい、失礼します。お店ある。遊び方教えてくれたらね、行きたいけどね。もういいっすよ。別に俺エミリさんに会うつもりは1ミリもないよ。そう、8月28日。あんまエミリさん繰り返しちゃダメなんだよ。たまに遊ぶから面白い。まあ、さやか会わなくてもいいけどね。ベビタロの誕生日。そんな会長とさ仲いいんだったら俺が邪魔しちゃうのもさ申し訳ないし。説教じゃないよ。ハウスあ、またね、ゆっつぁん、ありがとう。いい笑顔じゃないか、ゆっつぁん。ワンチャンあるか、ゆっつぁん。ありがとう。
変なとこ考えないでよ、ゆんちゃん。朝起きれるかな。6時5時半起きか。この中ここの子らが酔いつぶれた頃に俺が起きてくればいいのか。まだ元気だろこいつら。まだまだ飲むだろ。ルイジと名古屋で会えて嬉しかったです。リアルはハーフっぽくて配信より可愛かったです。誰だ春。俺春海って、春海って誰だっけ。どこだっけ。二人組の子違うっけ。二人組のどっちだ。春、あ、お小遣いくれた人だ。小塚ありがとうございます。助かりました。制服の方か。ありがとう。美女の方です。ありがとう。こちらこそ助かりました。ね、もうちょっとねしっかり挨拶したりとかね、10分ぐらいハグしてたかったのに。ハーフってどっちのハーフだ。カバちゃんってこと。俺の言うな。どこから目線だ俺は。最高の褒め言葉じゃない。優しいよ本当ね。みんな優しい。こんなさわけわかんない人にお小遣いあげようと思えないでしょ。ギフトもそうだよ。ギフトもさ、いや来てねくれるんだったら行く、いつでも行くよ。うん、もらいにお小遣いもらうためだけにわざわざ降りてくよ。うん、今から行くねってなんだよ。また行きます。おやすみなさい。ありがとうございます。ね結構朝早かったのにね。うん、ありがとうございます。僕ももう帰ったら寝ようかと思う。ファンタさんは今から行くよってどういうこと。男女なんでそんな明るいの。明るくないよ。暗い真っ暗。ユユンはマジで空気読めよ。ほんと空気読めねえ。コメントばっかするの男で。あ大丈夫です。おやすみなさい。もう寝ます。寝よう。早く帰って寝よう。グリシタキッズっていいのかね。クリコン看板見たよ。どうでしょうクリコン。グリシタキッズ。南からだよ。南だからだ。いやもう泊まるところは決まってる。満喫。これあれだから、あの満喫ので洗濯してるからこの真下にいるの。本当にいる。見てくる。こんばんは。糸引いてたの。なんで糸引くの。米で。絶対嘘。それは嘘やろ。いるかな。やっちょさんは人気なんだよね。新やっちょって声かけられるんだよ。なんかやっぱりねコレリスをねやっちょさんはね持ってるよね。納豆だから外暑い。行ってくもう結構歩き疲れた。足痛いな。うわ苦しさきついるわ。でも男ばっかり女がいない。糸引いたご飯は納豆でしょ。
うわ、ゲボだらけ。全人ピアノ。これはグリ下キッズじゃない。グリ下外国人だね。グリ下外国人だよ。男しかいない。後ろもそう。女がいない。本当。ハッピーハッピーは男か女か。ハッピーハッピーは男か女か。近くに行ってやろうか。目の前に行ってやろうか。嘘だろ。ソーセージも食べてた。ゆかりはな、ぶっ壊れていいよな。気をつけてね、ゆうも。スザクにね、惚れてるからな、ゆかり。それさえ始まらなければね、ゆかりは伸びると思うんだけどな。閲覧あるもんな、ゆかりな、今ぶっ壊れてるから。見てて面白いだろう、ゆかりは。なスザクのそこから離れれば、そう、そこさえ離れればめっちゃ面白い配信者になりそうな。家のバカ娘へ移り込む。そのいるの、あそこら辺にいるってこと。グリシタキッズってこと。しっかりおもろいんだよ。でね、酔っ払ってない時は結構さ、あれなのにな、こう頭も切れるからさ、賢いの。ギャップがあっていいんだけどな。こんばんは。酔っ払ってなくてもちょっとね、ぶっ壊れてるとかあるんだけど、抜けてるというか。ゆっかりすごい稼いでるよ。ねえ、うん、ね、カフェ向かってる。帰る。もう、100万売れた。もう疲れたよ。さすがに帰ったらすぐ寝たい。疲れた俺。だから一応ね、明日のね、あれだし、明日の、面白いこと言えてないけん、何も。今ね、普通に考えて、でも家でね、なんかお酒飲みながらタラタラ配信やってバトルやってるよりは、人の気持ちをね、普通に考えてね、こう街中こうやってうろちょろしてる方が気持ちがいいんじゃない。どうせ話しながら家だとしてるよ。そう、何かね起きるんじゃないかね。家でずっと一人でいるよりは、俺みたいにこうね、誰か遊ぼうって言ってて、誰か来るんじゃないかっていうさ、期待値だよ、期待値。みんなと同じことやってたらよっぽど面白くないと見ないし、逆にそれで人集めてる、カズさん、プリコーさん、無限さん、常夏さん、すごいよ。あの人らはレベチだよ。家で一歩も動かずにね、トークだけであんだけ人を引きつけてる。みんなと同じことをやってるのにそれでも抜けてるってすごいよ。
チェリンチ行っていいの？チェリって男、女。チェリンチ一回行ってみていい？ありがとう、アルちゃん、アルちゃん、アラブの席はアルちゃんがいないとやってくれない、アルちゃん、ありがとう。4校全滅だったってどういうこと？俺、無限さんの声とか聞いてられないけどね。はい、タップから、はい、ありがとな、はい、タップタップ、みんなで優勝や、無限の枠最高や、タップタップ、うわぁ、行くで、ありがとな、バトル勝たせてくれてありがとな、あぁ、聞いてらんないよ、なんか耳障りで。砂嵐聞いてるみたい、なんか貞子出てきそう。来る、きっと来る。ありえへんわ。TikTok ってこんなんなん。ありえへんわ。TikTok ってこんなことしてていいん。ショックやわ。炎上配信者やん。炎上配信者とは絡めへん。炎上配信者 TikTok から追放や。 TikTok のためにならへんつってた。何言われた。自分がやられたらめっちゃ怒るんだからね。炎上配信者は追放追放って言ったのに、自分がちょっと省かれるとすごい被害者面するな。すごいわ。まあいいけどさ、何でも。つうわけで今日もありがとうございました。帰ります。明日の朝配信頑張ります。最後やるか。つうわけで今日もありがとうございました。帰ります。明日の朝配信頑張ります。最後やるか。